リバデオは、スペインガリシア州、ルーゴ県のムニシピオ、コマルカダマリーニャオリエンタルに属す。ガリシア統計局によれば、2012年の人口は1061人。住民故障は、男女同系のリバデンセ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は91.64%。リバデオは、ルーゴ県の北東部に位置し、コマルカダマリーニャオリエンタルに属する。 北は大西洋に面し、東はリアデリバデオ、エオ川を挟んでアストリアス州と、南はトラバーダと、西はバレーロスの各自治体と隣接する。リバデオはモンドニエード司法管轄区に属す。住民は12の教区の135の地区に居住する。N-634 号線はリアデリバデオにかかるサントス橋でアストリアス州とつながっており、 海岸地帯を経て、フォス、フェロル、アコルーニャ、サンティアゴでコンポステーラへと至っている。スペイン狂気鉄道によって、基本、オビエドともつながっている。自治体主張は、ガリシア民族主義ブロックのフェルナンド・スアーレス・バルシア、自治体表議員は、ガリシア民族主義ブロック、7、ガリシア国民党、4、アプライ、1、ガリシア社会党、1となっている。 リバデオは十二の教区に分けられる。ありがとうございます。